ジェイ、ジェイ、まさかの一口くっつけちゃったけど、今皆さん朝6時でしょうか。おはようございます。朝からお酒飲んでおります。まあ今行って夜の7時じゃないか。そうですね、まあもう日が落ちるのが遅くなりましたね。だいぶ昼から酒飲むか。またコメント欄荒れるな。まあ普段飲まんからな。まあ、動画的にちょっと今日はね、酔っ払って語ったろうかなと思って、まあ、一番足場の今掘ったらもう今コメント欄荒れたじゃん結構。あ、まあ、ミッチー戻ってこいって、まあ、内容見は戻ってこいじゃないんだけど、どう考えてもどうなんだけど、ぶっちゃけね、まあ、俺は足場なんて、まあ、すごい頑張ってるんで俺も全然いいんだけど、どういうふうに考えておこうかなって思いな。本当の本音が聞きたい、はい。でもみんながその突出したやついないじゃん今。そう、ね、みんないい意味で仲いいから、仲良しくしになっちゃってるからさ。はい。まあ、でコメント欄にあったのはなんかみんなのこと考えたらそれは無理だとか、3ヶ月4ヶ月で戻すなんて社長に失ったわとかいろいろ書いてあったけど、まあ、一つ俺は、まあ、みんなに伝えたいというか、ビジネスその甘くなって仕事ってね、俺は経営者としてやるべきことっていうのは何って言ったら、それはもちろんイケメン爆速リュウジたちを納得させなきゃいけないけど、この足場の会社が目標に向かっていくってことを俺はそこに何集中してるし、で遊び場じゃないから職人が中心じゃないから、お客さんが中心におるやつだから、でそこの周りに職人たちがおって、よく言うけど職人たちが主役で、営業とか現場に出てる人たちが主役で、その外に俺とか事務系とかおると思うんですけど、でもそれをなんか子供じみて、なんかあいつらのこと考えてみようとか、結局金かとか、結局なんか YouTube かとか、YouTube も仕事だから、もちろん YouTube の質を上げていくためにどうやってやっていかなきゃいけないというのはもちろん考えてますけど、はい、うん、別にこれ遊びじゃないから、はい、真剣に俺考えてやってることだし、それが結果的に俺が頭下げなきゃいけないことだと、俺はそれは自分のためじゃなくて、会社のためになったら頭下げれると。それがダサいとか、かっこ悪いとか、男じゃねえとか、男をするために男になったんじゃないかな。結果一生懸命頑張ってどんなことでも自分が悔しくて頭下げれるやつが本当の男だから、勘違いしてるね、コメント欄の人で勘違いのコメント書く人たちって、まあ、昼間から飲んで言うことじゃねえけど。で今日はまあそこを飲みながらね、はい、腹割ってもらおうと思ってね。お前どうやって考えたの、まあ、今リュウジが何、まあ、今役割分担としてはそういうふうに、リュウジ君がそうですね、見積もり関係をリュウジ君がやってて、うんうん、で、ショウは足場工程の管理、うんうん、まあ、そこもお客さんとか、うん、その法人営業っていうか、あの南施工としての仕事を直接取る率結構あるじゃん、今半分超えてるだろ、そうですね、道場の仕事半分、施工の仕事半分以上あるだろ、5、6社ぐらい5、6社ぐらい取引があって、そうですね、うん、でその辺の段取りとかも、その辺の段取りは会社によって、うん、リュウジ君とか、うん、ショーが、うん、まあ、さばいて、うん、工程、うん、1日の工程とかを、うん、ショーが組んでる、見たんだ、そうですね、前の役割は僕の送る枠よりは、役割は YouTuber YouTuber ピカンマンとヘルメットって最近 YouTube も全然上がってねえよお前。俺そういうとこだと思うんだよね。誰も気使い合って誰も言えないじゃん。お前ら足は半分。お互いなんか、いやリュウジがとか、リュウジ君が、いやカンタがとか。でミッチーそこをやっぱこうしていきたいんだ。俺はこうしていきたいんだ。お前らついてこれるかって確認したの。そういうものと思うのリーダーシップって。みんな仲良し恋しじゃないよって今日もまあ朝違うミーティングで、まあ、面接したら。3人面接したんだよ。あのじゃあ相手は1人だよ、はい、でこの子を、まあ、メディカル道場の営業班が、まあ、責任者クラスが3人あったわけ、はいはい、だからこれ意見が分かれてるわけ、で俺の意見ともまた分かれてるわけ、はい、で俺はでも俺が使うやつじゃないもん、 でじゃあ誰が決めるんだ今回はって、やっぱ最終責任者がいないんだよ、ね、あれ、うん、俺逆に自分のことだったらもういやみんなの意見は聞いていろんなことを入れてまた意見が変わる場合もあるんだけど、はい、でも俺がじゃあ覚悟責任取るから俺がこう決めさせてくれって、もうやめるってなのか OK なのか、あ目標に向かっとるための目的だからね、目的のための、その手段じゃん、はい、
だからミッチ戻すのは何しても手段だと思うけど、まあ、戻すって言ってないからね、ほんで視聴者どう考えてんなって話しただけなのに、よく見ろよ、社長かっこ悪いわとかバカなこと書いてたけど、そうですね、うん、まあ、それ でも俺は別にかっこいいかっこ悪いじゃなくて、かっこ悪い言い方できる男はかっこいいじゃん、仕事に一生懸命やれるやつは、はい、で逆に俺本当にこの YouTube やったことこんな格好していい年こいでこの会社でかくなって40超えてからやると思うんで、まあボロカス言われてたからね、今逆にそういう人たちがへつらってくるよ YouTube とかね、うん、すごいねとか言って俺もやろうかやらんのなのな口だけのやつなのかあ、じゃあ飯来たら先にいただきましょうか。あ、はい、いただきます。いただきます。どうなの実際。でもやっぱり今の状況は、うん、なんかお互いがショーとかもそうですけど、昔はあんまり意見とか言わなかったんですけど、うん、最近は、うん、そのミーティングやってるって言ってたんですけど、そういうのもちゃんと話し合ったりしてるんで、うん、話し合ったんだ。そうですね、うん、悪くはないんじゃないですかね、今の状況。お前らって言いたいこと言わんな。まだお互いが、うん、探り合ってる感じじゃないですか。だよな、かもしれないです。なんかね、ショーもなんか思いがあるから怒ってるけど、はいはい、コミュ力がないから怒ってるだけだし、爆発して暴発ショーだけじゃん。それを使えてないし、リュウジュ足場半50人したいって言ったじゃん、じゃあ50人に対する何かやってるって、今日何かやってないじゃん、いつか50人になったらいいよねって。でも絶対なんないから、自然にはなんないから。俺が50人するのはなるよ、なるっていうかもうなってるかもしれんけど、それってリュウジがやったんじゃないんじゃない、俺がやったんじゃないってなってるかもしれんしな。はい、人集めたりとか、いきなり、まあ、仕事取ってくれ、営業も連れてきたりとか、はい、なので自分たちがどうしたいか、うん、そうですね、うん、自分がどうなっていきたいっていうのはあるの。やっぱ今の状況よりかは、うん、その人をどんどん増やして、うん、何チームも何チームもできて、うん、仲間が増えてったら、うん、面白いかなと思います、うん、やっぱりなんか YouTube やりだして声かけられるようになって、うん、でやっぱりいろんな人に声かけられる、うんうんうん、だ最近僕ら新築のマンションをやってるんですけど、マンション建設会社の下請けでね。あ、そうです、うん、でフロアごとに足場が入って、でまた大工さんとか片岡さんが組んでって、うん、また足場が入って、うん、だんだんフロアごとで上げていく新築やってるんですけど、うんうん、そこの大工さんとかも声かけてもらって、うん、あ、見てるよ。そうです。うん、でもなんか他業者、うん、他業者さんとかだとなんか、うん、たまにギスギスする方なんですよ。なんで？ああ、現場中に YouTube 関係なくてな。関係ないし。ああ、大工、重機だっちが使うんだとか、あ、まだ午前中に荷上げるだんけとか、なんかそう、わかるわかるわかる、敵対心っていうか。ああ、そうそう、わかるわかる。なんかそういうのがイメージあったんですけど、うん、やっぱそれがなくなるんですよ。僕の顔っていうか言葉間違えたし、いやいやいや、お前守ろう守れんだろ。雰囲気が、うん、良くなるじゃないですか、現場の、うんうん、そういうのやっぱりみんなで一つの建物を建てていく、うん、要は仲間じゃないですか。僕がおることでみんなが一つになると。やばい。直訳したらどういうこと？そうです。今そんな感じだったから、直訳したらどうだったかな。直訳はそうだったね。やばいっすね。今度から顔忘れるんじゃないですか。直訳したらそういうことだろ、でも。でも本当嬉しいですね。ああ。お疲れ様ですとか言ってくれたり。帰る時に。先上がりますとか。若い衆が先は上がらせてもらいます、ご無礼しますみたいな、そうご無礼いたしますみたいな。めっちゃ嬉しいですよ。嬉しいですね。あ、それ嬉しいよな。あ、でもそうだよな、 YouTube やって本当よかったよな。本当よかったですね。建設業が盛り上がるっていうか、うんうんうん、本当に
そんな感じと感じるな。感じます、うん。じゃあお前動画上げてんの？今日4回目ぐらい。今日4回目ぐらい突っ込まれたね。動画上げてんの？はい。いや、企画会議中です。本当にそれと同じなんだって。毎日コツコツやったら結果が絶対に仕事も出る。でそれだけの能力がある人たちがいる。ちゃんと YouTube もそうじゃん、はい、毎日コツコツやれば絶対結果出るじゃん。登録者数も増えるわけじゃん。そうですね。収益も上がってくるわけじゃん。それができてないでしょ。15分20分で帰りにちょっと撮ろうよで撮れるじゃん YouTube なんか、はい、ネタによれば。じゃあ仕事もそうだよな。明日50人絶対ならないし、1年後いきなり50人ならないから。そうですね、うん、一つ一つお客さんを今大事にもっとできてないし、うん、もっと仕事をね、今おるそのまま建設会社はいいのかもしれんけど、思わないお客さんやな。お前が俺は、まあ、チームがあって考えるよね。で模範解答しようじゃん。自分がどうなっていきたいかっていうのはあんまり言ってないよね。チームとしてみたいな感じやな。まだ綺麗事言ってるな。まあ本音で。うわぶっちゃけないの。いや俺はそれ臨時やりたいとか英雄やってみたいだとか悩んでます。え悩んでます。何に悩んでる？はい、何に悩んでる？これ動画でいいでしょ、ね、それもねドラマじゃん。営業、営業さん、営業、営業声が聞いてんだお前。営業です。あ営業やってみたい。へえ、一回やってみたいな、経験してみたいな。なんだ河合くんとかやったよな。そうです、ね、今大店長やったよな、うん、店長どころか今度社長になるかもしれないって言われたらな、うん、まあある意味お前より後に入ってきてるメンバーだもんな。そうですね。ああだよな、いろんな思いがあるよな。それ僕らよりトントン拍子にいて、うん、でもはっきり言うぞ河合くんは。俺にでもはっきり言うぞ。僕ら今日もそうだ、面接して僕は嫌です。でもこういう見方もあるよって俺も喋って、うん、でそうやってやってるうちに俺も絶対雇いたいじゃなかったの、はい、いい子だよだったの、うん、であなたたちが使うから、で俺はもう反対ですって言ったけど、いろんなこと言ったら、まあ、悩んだ。だったら一つしかないんだ、行動しかないんだから足場半島たちが。河合くんもいいや、行動じゃないじゃんって。でもすぐ会うアポあの子取るんだよね。今日の間違いでまた会って、はい、もっと話す。でそれからいや俺がどんだけ喋ってもいや無理です、僕はあれいらないです、うっもういらなくていいんだよね。俺も それ以上言うつもりない。アドバイスしかするつもりないから、はい、俺はこう思うよ、ああ思うよだったらもうやめときゃでやめるかもしれんし、うん、お前の英語やってみたいよ、因数分解してくるな。どうなんだろうな、あの英語やってみたい動画になっちゃったら。なるっすか。なるでしょ。撮っちゃったから俺もなるでしょ。よし、じゃあちょっと宣伝最後。お前宣伝大丈夫、それも営業だろう。それは宣伝してくれよ。1分よーいスタート。求人道場、外気塗装の会社さんと外壁を塗りたいお客さんのマッチングアプリ。絶対だよ。お前が言ってたよ。説明しないでさ。いいもの、せっかくいいもの作ってんのに、いいもの伝わんねえよ。ボードにびっくりするようなもの使って、ああ、その辺また詳細調べてください。調べたらできるようになってますんで、ぜひ。めちゃくちゃいいもの作ってます。このお前の言い方だからさ。めちゃくちゃいいの作ってます。そんな言い方じゃないだろ。細かく説明すんの。そ何がいいの？じゃあ何がいいの？いっぱいお金かけてるんで。違うよ。お金かけてる。逆だろ。お金かけてないから安くできる。そうだよ。だって別に 10%20% 取っとる会社が悪いんじゃないよ。悪口言ってるやつおるけど、じゃあお前らが仕事取る力ないから、そのマッチングサイトに登録して。ルールも書いてあるだろ、嘘つかれたわけじゃないんだから。そのルールに乗って、だって俺が面接でうちはこうだよ、給料9000円だよとかさ、はい、何を言おうが、はい分かりましたって言って働いてたから、会社が悪いがいかんの。すいません、合わないからやめますわ、先生に。はい。それいかん。はい。は
はい、以上になります。お願いします。お願いします。お願いします。さすがになったな。